と待って、エアコンのリモコンさっきこの辺に置いたよ。一回 iPad どかして。あれ、エアコンのリモコンがなくなった。なんでだなんでだ。あった、ちょっと温度を一度下げておきます。ちょっと暑すぎ。こんにちは。ちょっと今日もまたね、すっぴんからスタートなんですけど、今日もメイクをしていきます。ちょっとなんか一人だとメイクする気が起きなかったので、配信でみんなとおしゃべりしながらやろうかなと思ってメイクします。汗が止まりません。お昼の癒しになります、ありがとう。なんかね、渡辺直美さんが言ってたんですよ、メイク中に汗かくと崩れやすくなるから、メイクするときは部屋を寒いぐらいに涼しくした方がいいって渡辺直美さんが言ってたので、きっと真実。こんにちは。さて、ちょっとメイクをしていきます。ちょっとさ、今日は多分そんな長い配信にならないと思います。メイクしたら今日も終わり。ちょっとさ、今日買わなきゃいけないメイク道具を今メモするね。まず下地、ブルー系、眉マスカラ、とアイブロウのリキッド。みんな何言ってるか分かんないよね。こんにちは。いろいろなやつで買わなきゃいけないものがあるんだよね。アイライン、ブラウン。昨日メイクさんにさやがもっと可愛くなるにはどうしたらいいかめちゃくちゃ聞いてきて、でどういうメイク道具を揃えたらいいかね、すごい聞いてきたの。だからもっと可愛くなるかもこれから自分で言うのもあれだけど。あとなんだろう、まあでもそんなもんか、とりあえずは。あ、あとあれだ、ビューラー。オッケー、これでメイクさんに聞いたやつ買ってくる。こんにちは。今日買いに行きます。なんかこれ今日どうせやるだ、マスクするから顎削っても意味ないや。よいしょ。お昼ご飯食べましたか。食べました。朝昼兼用でちょっと食べ過ぎたいつものごとくちょっと食べ過ぎたけど食べました。こんにちは。ちょっとメイクをしていきます。今日はどうせマスクしちゃうからサクサクっとねやります。今日は午後からまたお仕事でございやす。毎日お仕事があるって幸せなことだね。暇な日がない。なんか新番組ではさ、ひろゆきさんにさ、どうせ暇でしょって言われたけど、実際そこまで暇じゃないっていうねあの時ははいって言ったけど、実際結構ありがたいことに忙しくさせてもらってるので、割と暇じゃないっていうところはありますね。編集の時間が取れないぐらいには忙しい。
にちは。今日発表される何かしら待ってます。まだ夜ぐらいになると思います。夜まで気長にお待ちください。まあそんな、まあ、私にとっては嬉しくてちょっと大きめのことだけど、みんなにとってはちょっとわからんみんなにとってはわかんないけど、私にとってはちょっと喜びって感じです。まあでもね、みんなにね公表してない仕事とかあるからね、割と忙しかったりするよね。週5ぐらいで稼働してる気がする、平均。こんにちは。そう、いいお知らせ、お知らせなの、お知らせか。まあいいかどうかは皆さんに判断してもらうことになるけど、私にとってはちょっと楽しいお知らせ。サリン、こんにちは。こんにちは。今日は木曜日。え、じゃあ今日水曜日だと思ったら、なんか水曜日気づいたら終わってた。昨日だった。こんにちは。あ、そうだ、おとといマリアちゃんが出演してる、マリアちゃんと千織さんが出演してる舞台をね見に行ったんですよ。そういえば昨日ツイートしたんだけど、そう、皆さん見ました？めちゃくちゃおもろかったで。こんにちは。こんにちは。浦安鉄筋家族ってさ、どの年代が世代なんだろう。私のお父さんとかの世代なのかな。なんかうちはおじいちゃん家にさ、なんか本が漫画があったから、じゃあおじいちゃん家行くたびにおもろーって言って読んでたんだけど、どこが世代なんだろう。こんにちは。世代は40代。そうなんだ。こんにちは。昨日はなあちゃんの9周年の日だったんだけど、おめでとうと送りましたか？心の中で送りました。まあそのおめでとうって送るのは強要されることではないからね。なんかなんで送ったりか分かんなかったまあおめでとうでいいんだけどさ。そう、今回はやめておいた。送ればよかったかな、悩んだんだよね。そう、 LINE は開いたんだけど。いや、今日は朝食にフレンチトーストを作りました。そしたら美味しすぎてついつい食パン2枚も食べちゃった。デブの足掛けや。なんか体重が落ちると喜んでさ、いっぱい食べちゃうけど、それでさまた体重が戻っちゃってみたいな、一生ループしてる気がする。もう学んでって感じなんだけど、食べたら太るということを学んでっていう感じではある。
でも大丈夫、今日はちょっと体を動かすと思うから。きっと大丈夫。おはよう。野球の観戦、初戦か。いいですね。こんにちは。髪留めかわいい、もらいました、ありがとうございます。重宝しております。見慣れた光景になってきたメイク配信。え、私メイク配信しすぎちゃう？いや違うんだよ、なんかさ一人でメイクするのつまんないからさ、みんなとなんかこうやってゆっくりお話しながらメイクしたいんだよね。伝わるかなこの気持ち。一人だとメイクする気が起きんのや。でもみんなと喋りながらだとなんか楽しくメイクできるからついついみんなにさやかちゃん甘えちゃうんだよね。みんなメイク配信見たくないかもしれないけど許して。こんにちは、しげさん、こんにちは。サイリンはスタイルいいよ、痩せすぎも逆に心配だからそこだけは。まあ痩せてる方が衣装も似合うしね、映像とかも映えるからね。そればっかりは致し方なし。パン美味しいもんね。私もそば食べた後に食べてしまいました。一緒だね、一緒の罪を背負っていこう。食べ過ぎ罪、パン食べ過ぎ罪。劇場でのメイクも話しながらする、する。メンバーとずっと喋りながらやってる。正解。こんにちは、配信見れることが喜び。いや嬉しいですね、本当にそんな風に思っていただいて。今日は帰ってきたら動画編集しなきゃいけないなとは思っているが、なかなか大変で後回しにしてしまう。やらねばならん、やらねばならん。こんにちは、かわいい、ありがとう。このメイク配信全然かわいくないよ大学へ向かう電車の中、あら頑張って大学生、かっこいい。さえも大学あれだな、なんか学びたいことができたら大人になってからでも通おうと思ってる。大学ってそこがいいとこだよね、いくつになっても学ぶ意思さえあれば学べるところがとってもいいところ。こんにちは。今はね AKB の仕事に専念したいから、なんかやっぱ学校 NC 出すとめちゃへこむからさ、あーせっかくお仕事あったのにってへこむから、今はアイドルに専念するけど、また大きくなったらってか、もう19歳だから大きいんだけど、もっと大人になってから行ってもいいかなとぼちぼち思っている。こんにちは。めっちゃ豪雨、あら雨降ってる地域の方気をつけて、最近本当に雨が多いね、気をつけてください。水害も起きてるしね、まあ気をつけようがないってところもありますけれども。こんにちは、かわいい、ありがとう。こんにちは。あ、そう見て包丁で切っちゃった。本当にみんな気をつけて、包丁で指を切ることだけは。切ってしまいました。今日も可愛い、ありがとう。伸びしろしかないから未来が楽しみ、嬉しい。あ、でもね切れ味のいい包丁でねサクッといっただけなんで全然痛くないんですよ。なんか紙とか切れ味の悪いもので切るとずっとチクチク痛いけど、包丁全然マジで痛くなかった。なんか切った瞬間は痛いってなったけど、もう一晩寝たら全然痛みなんてどこへやらみたいな感じ。切れ味のいいもので切ったからすぐ多分閉じる、こんな傷。
そう、料理してる時じゃなくて、まあ、右手なんだけど、これそう、お皿洗いしてる時に、そうそうそう、切っちゃったんだよね。包丁洗おうと思ったらシュッて当たってしもうて。そうなんです、完全にやらかしてしまいました。大学まで遠いからどこでもドアで行きたい。それはね、いつも思う。さえも事務所までどこでもドアがあったらいいのにっていつも思う。遠いよね、遠いとこ嫌だよね。行く道中とかさ、帰りの道中でさ、嫌になっちゃうね。行く道中で、行くのやめたいぐらい遠いがってなる時ある。でも長野と東京でどこでもドアで移動できたらなんて楽なんだって思ったことは数えきれないほどあるわ。こんにちは。こんにちは。そういえば今は SK がやってるんだけど、ショールームのビスイベントは参加しますか？ AKB もあるんですか？全然把握してないや。そういう情報がこちらに来てない。よいしょーっと。こっからどうしようかな。昨日の顔をさ、できれば再現したいよね。昨日とっても可愛かったからね、メイクが。こんにちは。こっから何？まつげあげますか。こんにちは。でもなんかさ、可愛くしてもらって写真撮ってもらうのとかめちゃくちゃ好きだからさ、雑誌とかには載りたいよね。でもショールームイベントってなかなかね、多分今後と時間取れないんだよね。さ、稽古が立て続けに、今日もお稽古なんですよ。初稽古今日舞台の。ドキドキ、楽しみすぎる。ドキドキです。めっちゃ可愛い、ありがとう。でも舞台楽しみ、愛媛に行くのも楽しみだし、もちろん不安とかその心配とか上手にできるかなとかあるけど、でも結構楽しみですね。こんにちは。ごめん、すごい絵面から今入っちゃったね。まつげをぐりぐり上げている絵面から入ってきてもらっちゃった。すみません。一人でメイクするのが寂しいので、みんなと配信で喋りながらしています。お付き合いください。まあ、このショールームはもうラジオ的な感じで聞いてもらえれば
良き。と私は思っております。こんにちは。めっちゃ小さい子女の人がビューラーしてんの見て目玉くり抜くやつだと思ってた時期あった。怖すぎ怖すぎ。それは怖すぎるよ。想像するだけで怖いよ。メイクしながらしてくれるのはありがたい、嬉しい。見てほしい、見てくれてありがとう。こんにちは。舞台を通してサリーの成長を見るのが楽しい、嬉しい。そんな風に思っていただいた私も本当嬉しいです。頑張ります。アイライン引こうっと。ちょっとアイライン今日黒しかないけど、本当は私の目は茶色がいいらしい。こんにちは。でも今日どんな感じなんだろう。めっちゃドキドキ、楽しみ。こんにちは。サリン、こんにちは。こんにちは。経験ないから分からんけど、舞台でセリフ飛んだら時間止まるんやろな。なんか私は前出た時になんか1個目2個目3個目ってセリフがあったら1個目3個目って読んじゃって、あーってなったやらかしたと思って、その後めちゃくちゃへこんだけど、そう、まあ、やっぱ舞台は生ものだからさ、あるよね、噛んじゃったりとかね、セリフ。私は噛んだ経験は今んとこないんだけど、結構ベテランの人でもその時噛んじゃうみたいなこと結構あるから、本当にもう時間が止まった感じする。あ、終わったって感じます。こんにちは。だから今回はそれがないように、結構ね、長い公演だからさ、何日も何回もやる公演だから、毎回新たに気を引き締めてやらないといけない、そうと思っとる。よいしょ。こんにちは。でもぜひ遠いけど、みんな愛媛まで見に来てほしいな。ちょっと足を運ぶには遠いんだけれども、とっても素敵なお話だし、私も頑張るので、こんなマスカラを塗りながら話す話でもない気がしますが、みんなに来てほしい。こんにちは。みんなに舞台を見に来てほしいと心から願っております。こんにちは。頑張ってください。ありがとう。仕事中、お、お仕事頑張って。でも今日は今ゆっくりメイクをしているように見えますが、割と時間がなくってですね、まあ、30分か40分ぐらいで終わりにします。実はちょっと時間がないっていう。前髪ヘアピンめっちゃ可愛い、ありがとう。
昔は家庭芸人のライブで漫才でセリフ飛んだっぽくてそのままゆっくり安定してた。漫才でそんなことが起きんの？芸人さんめちゃくちゃ焦っただろうな。でも漫才とかコントこそさ、そのテンポよく台本作った台本をさ、こう遂行していかなければならないじゃん。芸人さんって本当にすごいよね。演技が、芸人さんがすごい演技上手なのは絶対コントとか漫才やってるからですよね。芸人さんがさ、最近でもないけど、そのドラマとか映画にさよく出てらっしゃるじゃない。それでその作品の中でさ、すごいいい味というかアクセントを出してくださるじゃない。絶対その漫才とかコントで培われた力ですよね。こんにちは。見たところゆっくりに見える。結構でも今日はメイク早いよ。メイクは丁寧にやらないとね、やらない方がマシみたいな感じになっちゃうからね。仕事に戻ります。お仕事頑張って。なんか漫才とかできるようになってみたい。なんか自分で漫才を書くのは絶対に無理なんだけど、もう私が作家としての能力がないことは、あの作文とかがあまり得意じゃないことからしてもう読み取れるわけだから、なんか作家さんとかに漫才書いてもらって、なんか漫才できるようになりたい。こんにちは。演劇ってやっぱみんなアドリブ放り込んでする。なんかベテランの人とか上手い人は本当になんかすごいいいところで、ちょうどその時にあったらいいなってアドリブを入れてくださるのですごいって思う。私はそんなアドリブとかやってたら、あの次の展開飛んじゃうぐらいまだ初心者なのでまだできぬ。でも本当にすごいよね、アドリブ入れる方。でもそれぐらい余裕を持ってお芝居ができるようになりたいですけどね。まあ、まず台本を覚えるのが一番最初。こんにちは、こんにちは。お仕事頑張ってください。こんにちは。ということでもうすぐメイクが終わりそうです。気づいたらメイクが終わりそうですよ皆さん。なんだかんだちょこちょこ進めておりました。そんなお話をしながら、夜配信ありますか？あります。ので安心してください。ご安心を。夜配信あります。
そらのんちゃん、ゆいゆいちゃん、ひいちゃん、成人式楽しみにしています。お、ありがとうございます。私も今年成人式だ、びっくり、二十歳です。もうすぐ林くんですね。よし、今日のお顔完成、パフパフ、お顔完成した。どうせマスクで隠れちゃうのでこの辺はやってないんですけどチーク塗ったりとかしてないんですけど、まあどうせマスクで見えないんで大丈夫です。どうしようかな、ちょっと髪の毛もやっちゃいますね。髪の毛こそメイクよりやる気が起きないから、みんなとおしゃべりしながらやりたい。髪の毛全然楽しくないのかなって、ちょっと待って、コンセント遠すぎる、ちょっと待って、コンセントさしてくる。こういうのはね、配信を始める前にやらなきゃいけないんだけど、いつも私は忘れちゃうんだよね。よいしょっと、よっ、こんにちは、こんにちは、昼からまた頑張ります。お、午後も頑張って、お仕事の方、お仕事の方多いと思うけど頑張ってくんなまし。私も今日はお仕事があるので頑張ります。みんなと一緒で頑張るぞ。よいしょ、前髪がすごい曲がってる不思議な前髪してる。なんでこんな曲がることある、やば、すごくない、全部こういうカーブを描いている、すべての髪の毛が。なんでなんでだろう、なんでだろう、ちょっと一回前髪を上げたいんですけど、ピンどこですか、いた、ヤッホー、ジム終わった、お疲れ様、いいなジム、え、マジで行きたいんだけど、どうしよう。でも48新聞さんのご褒美にジム行こうと思ってたから、私は自力で頑張る、自力で筋トレ頑張る。でもいいな、行ってみたい、未経験のジム。今日のお昼ご飯何、今日はフレンチトースト食べたよ。なんか昨日夜に、あ、明日フレンチトースト食べたいなと思って、昨日のうちにね、一晩卵と牛乳の液につけておいたんです。一晩経つとね、めちゃくちゃ吸ってるからね。そう、めちゃうまかったで。こんにちは、私もフレンチトースト食べた、え、運命やん、それは。フレンチトースト民族増やしていこう。でもめっちゃ久しぶりに食べたかも、あ、そんな久してないか。さやかん台所見ました、ありがとう。やばい、今日前髪が決まらない、まあそういう日もあるか。フレンチトースト食べたくなったやん、え、食べな。フレンチトーストは人間を幸せにしてくれる食べ物だよ、絶対に食べた方がいい、マジ最高だから、力説したい。フレンチトーストは最も
手早く幸せになれる食べ物だから。なんかさ今さセブンかなでさなんか冷凍のところかなにフレンチトーストあるよね。あれ気になってるんですよね。あれ誰か食べたことあったら感想教えてください。そう急に食べたくなることはありますね。やばい今日前髪が終わっとる。これはどうしたらいいんだ。どうしようもないのか。2キロくらい落ちた。すごいすごいよ。体重落とすのって大変だからね。えらい。私もダイエット頑張ろう。今日フレンチトースト2枚も食べて完全にデブ活してるけど、夜はまた控えめにして頑張ろう。ねちょっと待って、前髪がさ決まらない。前髪が決まらないです。こんなもんか。なんかここおかしいな。ここがおかしい。こんなもんか。でもなんかそもそも前髪のカットの仕方が微妙なのかな。メイクさん助けて私の前髪をセットして。いつもさ仕事の時はメイクさんに前髪までお願いしちゃうから自分ですることができない。今日は稽古に行く前に汗拭きシートを買っていかなくちゃ。最近汗かくようになったから汗かきシート、汗拭きシートをついに導入することに決めました。人に汗かきで迷惑をかける前に対策。こんにちは。どうしよう、今日はポニーテールにしようかな。ポニーテールどうしよう。でも稽古ってことはさ髪の毛きっと邪魔だよね。ポニーテールにしよう。いやそのさ仕事でツインテールは頭おかしいやん絶対いや街に繰り出したら分かると思うけどさ普通にツインテールしてる人あんまいないからね。仕事場でツインテールとかしたら頭叩かれるよ。何考えてんねんって。よいしょ。ポニーテール。髪の毛をまず溶かします。ポニーテールをすることによってこの辺の髪の毛にアイロンをかけなくて済むので楽楽。
いしょ。ポニーテールさ、それ毛量がめちゃくちゃ多いからさ、大変なんだよね、自分で作るの。実は結構大変だったりする。ストレートのアイロンをかけなくていいという手間を省けるが、そもそもポニーテールするのが手間っていうね。そう、ところは正直あります。はい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 。でも今日本当夜に、そうツイッターみんな見ててほしい、私の夜ね、お知らせツイートしますんで。私的にはとっても嬉しいなってなんだ、嬉しいあれだけど、みんなも喜んでくれるといいなという感じ。よいしょ、はい、できた。ふう、一仕事終えた気持ちだぜ。いいですね。でなんかちょっとこの辺遅れ毛を出してみようかな、こなれ感。よいしょ、さやかちゃんのツイッターを見ていれば良い。そんな大きな、みんなを期待させるような話ではないかもしれない。あんまハードル上げないでください。個人的には嬉しいけれど。あ、でもあれだな、生誕祭で私がなんか楽しいと思うこととか、やってみたことにみんなついてきてくださいって言ったから、みんながついてきてくれるといいな。よし、え、いいんじゃない？いいんでないか？で、なんかこの辺をちょっとキュッキュッって出して、私はなんか頭蓋の形があんまり綺麗じゃないんで、ちょっとふわふわさせて、あーやらかした。ピョンって出ちゃった。ダメだ、ちょっともう一回縛り直そう。頭蓋の形があんまり良くないので、ピョンピョンピョンってちょっとずつ出した方が可愛い。よいしょ。よっ、もう一回り行きたい。よいしょよいしょよいしょ。綺麗かな。まあ大丈夫でしょう。じゃああんまりやると、変になっちゃってもあれだから。でこれでアホ毛を消して、これはなんかスティック状のワックスみたいなやつです。アホ毛を消して、この辺もちょっとまとまらして、この辺にもちょっとサクッとつけておいて、 OK！ できた。声でかくてびっくり、ごめん。やらかした時のショックがでかくて声がでかくなってしまった。申し訳ない、びっくりしたよね。今日割とのんびり配信だったもんね。急に大きい声出すとびっくりするよね。大変失礼いたし申した。オッケー、こんなもんでしょう。こうまとめすぎちゃった。ちょっと難しいな。そうそう、出発の準備しなきゃいけない時間ではあるが、髪の毛もしっかりしたい。
かしくなっちゃった。なぜじゃ。この遅れ毛巻くのがさ、本当に難しいんだよね。あ、できた。オッケー。ポニテ。完成。ということで、今日はここにマスクをしていきます。さあ、この後はさやは歯磨きをして、カバンの用意をして出発します。試験さん、ありがとう。こういう感じになりますね、今日は。こういう感じになります。では皆さん、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。ランキング読んでお昼配信は終わりにします。さあ、急いで準備するぞ。13位、あきふみさん、ありがとうございます。12位、まさとさん、ありがとうございます。11位、ゆうやくん、ありがとうございます。10位、けんけんさん、ありがとうございます。9位、かぼちゃ先生、ありがとうございます。8位、ばいっこぞうさん、ありがとうございます。7位、けいすけさん、ありがとうございます。6位、けんそりセブンさん、ありがとうございます。5位、ともちさん、ありがとうございます。4位、たてやまけんけんさん、ありがとうございます。3位、ピアノマンさん、ありがとうございます。2位、やちさん、ありがとうございます。1位は元気さん、ありがとうございます。イエーイ。ではみんな、お昼の私が一人でやると寂しい準備に付き合ってくれてありがとうございました。また夜お会いしましょう。バイバイ。